はい、えー、皆さん、こんにちは。あまあ、今日もね、引き続き、成功へのこの科学のね、えー、解説をさせていただきたいと思います。あのー、ね、モニターがあるんで、なんか比較的ね、えー、見やすくなってるのかなと思いますけれども、まあ、いつもね、あの、後ろに、えー、柱時計がある同じ部屋なんですよ。まあ、そこの、まあ、ちょうどテレビの前でね、えー、今日も撮影をさせていただきたいと思います。便利だね、いろんなことできると、えー、いうことで、えー、今日はね、成功へのこの科学の お43番目ですね、えー。学歴は学歴。職歴は職歴。問題はその期間にいかに価値ある過ごし方をしてきたかなのだ。みたいなね。えー、学歴は学歴。職歴は職歴。問題はその期間にいかに価値ある過ごし方をしてきたかなのだ。ということで、えーね。これどこだろうこれはね。 どっかの写真だね。一番気に入ってるんだけど。ね。えー、これはフランス行った時のかなうん、の、ね、えー、写真なんですけども。まあこれも実際に僕が行ってね、撮ってきた写真です。だから YouTube でこうどんどん出しても平気だよね。著作権僕にあるわけだ。<laughs> ってということで。ね。これは、あのー、ね、やっぱりその、うん、当時ね、僕は30代の頃に書いた文章だけども、 うん、学歴ってさなんか子供の頃ってバカみたいに邪魔するよね。うんうん、ね僕はね高校出てでそのまま後にコンピューターの専門学校出てで結局その専門学校でコンピューター学んだくせにコンピューターの方行かないで、えー、なんかね輸出の仕事みたい始めてやってきたよね。でやっぱりさその就職なんかしたことないんだけどあしたした当時はね で、やっぱりさ、あの、初めてこの不動産業に入るときに、やっぱさ、あの、履歴書って書くじゃん。そのときに学歴さ、高卒じゃんさ。で、ね、専門学校卒なんだよね。で、この間もなんか、ね、僕の、うん、この動画で舐めたこと書いてるやつがいたけど、ね、んで言 YCA ってよみたいな。横浜コンピューターアカデミーって会社だよね、学校ですよ。ちゃんと専門学校で名前変わっちゃったんだけどさ。で、で、なんかさ、もう、学歴小馬鹿にされるよね。 うん、で、さあ、じゃあお前どんな偉い奴なのって思うよね。自分の身分は、ね、あの、言いなさいよって思うんだけど、ね、あの、なんかさこのネット、社会って怖いね。どんな奴かわかんないのに、えー、ね、ひょっとしたらもう、もっと、ね、その、学歴低いかもしれないし、まあ逆に高いからつってさ、偉くもないんだよ、別に。うん、どうやって生きてきた子が、の方が大事じゃないのと思うわけ。だけど子供の頃は本当に小馬鹿にされるね。あともう一つね、テレビ局ってあるじゃん。 テレビ局はやっぱ学歴社会なんだよ。だからあの、証券みたいなさ、ね、あの、学歴詐称にしたやつとかが、その、出てくるわけよ。なんでかって言ったら、ほら、高学歴。で、なんとなくこう見た目が、ね、なんか、こじゃれた親父みたいな。ね、あうん、まあ、青年でもないかな。まあ、そんな親父が出てきたりさ。で、やっぱ学歴が優先して、ああやってテレビに出たりするじゃんテレビ局みんなそうだよ。ね、あの、なんだっけ 最近話題にもなんないけど、あの、竹花ってやつね。あいつもなんかテレビ出てね。で、なんか、えー、え、偉そうと言ってんけど、確認したのかよって言うな。<laughs> まあ、ねそういう、なんていうかな。多分ね、その、うん、高学歴、高収入ってものが、マスコミで言わなくなってきちゃうと、大学行くやついなくなっちゃうじゃん。そうすると、日本の、 そのまあ産業の一つであるねえ教育事業はダメになっちゃうわけだよねだからやっぱりあのね学歴社会ってものを維持しなきゃいけないからあ多分そういう仕組みになってるんだろうなあだからあの僕なんかね別に堂々とかって言ってるからねあの、まあ、テレビとかラジオとかねえ行くと、まあ、それなりの感じじゃんで今,今はほら実業家って評価されてるけど子供の頃は実業家でも何でもないじゃんただの賃貸のなんかさおじさんみたいな。 感じでね、えー、扱われたりするけれども、あのー、ある意味ではですね、やっぱりあのー、なんか学歴に偏調する傾向があるんですよ、日本は。バカだから。うん。だから結局、ね、あのー、官僚の人とかもそうだし、あとから、ね、上級国民とか、なんかそんなのが最近ね、言葉として出てきてるけど、お前国民に上級も下級もあんのかって話だよね。これは税金の納めとバうとか。 まあ、基準になってもいいかもしれないよね。僕は一杯治めてるから <laughs>、ね。でもさ、それは学歴と連動しないよねって思うんだよな。で、にも変わらず、やっぱ学歴に返帳しちゃうよね。で、あと、職歴は職歴。ね。で、今、あね、この間も、うん、新入社員のね、入社式で、えー、お話しさせてもらったけども、もう、いっぱい今、履歴書来るじゃん、中途採用。ね。で、こうやって履歴書見るよね。 あの、積み重なってないんですよ、人生が。ね。今、転職してる人たちね。でもうなんかさ、この履歴を見ただけで、なんか、こう、深く仕事をしてないのが分かっちゃうわけ。ね。で、転職歴見るとね。で、そうするとさ、やっぱ40過ぎて、ね、えー、こんなことしかしてないんだったらダメだよねってなっちゃうわけじゃん。で、要はさ、ね、その、転職歴はどうでもいいんだけど、そこで何ができたかじゃん。ね。 で、その、また、はったり書いてくるやつもいるけど、会えば分かりますよ。うん、仕事できるかできないか、もう見れば分かるわけ。うん、ね、それはね、やっぱね、あの、20代は、まあ、やっぱり一生懸命さ、頑張る。ね、えー、若者にありがちな原動力をね、仕事に集中させる。ね、で、それで、30代になったら今度人がついてくる人間にならないとダメだよねってこと。ね、で、人がついてくるからリーダーシップ取れるわけで、 ついてこなかったらリーダーシップなんか何もないじゃん。要するに人が使えないんですよ。それ何かあったらもうほとんどがその何学歴とかさ、なんかその、うん、自分のね、なんか立場とかを意識し,し,して人を見下すやつっているんだよで。そういうやつはまず人はついてこないよ。うん。うん、と思いますよ。だからそういう面でもやっぱね、あのー、僕はその、うん、学歴ね、どこの学校に行って何をしたか。 でその中で例えばさねそのスポーツやってた、えー、そのクラブ活動で何かやってたあと研究をやっていた何かで結果が出てる人っていうのは必ず結果出せるんですよ。だけど参加じなくて一般の普通のさなんか高校行ってねで一般の普通のさなんか入れそうな大学行ってねでなんとなくその入れそうな大学やっと出てねみたいなやつねでじゃあお前何してきたのこの大学でって言った時に結局身についてないんだよだから浮ついちゃうよね。 で、でもね、大学出たってことだけで、多少のプライドがあるから、で、高卒見下すわけだよな。で、あのー、ね、身分も明かさずにこうやってさ、俺の動画で <laughs>、俺見下すやついるけどさ、<laughs> 面白いよね。ちょっと出てこいっていう話だ、ね、<laughs> 俺自身しか言ってないからさ、ね、そういうなんかバカなやつがさ、世の中に蔓延してんだよ。で、それがさ、通用すると思ってんだな。うん、だから、 ねえほら、匿名でさ、言えば、なんか通用すると思ってるやつなんだよ、きっと。だからそういうやつで、ろくなことないよね、多分。うん、って思うんだけど、まあ、少なくともこの僕の動画を見た方はね、そういう風な方の、なんか、バカみたいなことしちゃダメだよ。うん、別に、ね、書き込まない自由だけど、<laughs> 別にそれで何かあるわけじゃないじゃん。うん、うん、って思うんだよね。その仕組みさえわからない人って、本当のバカなんじゃないのかなって思うわけ。 うんまあ、ちょっと話はそれましたけども、まあ、問題はねその価値のある生き方価値のある過ごし方あるんだよ。でそれはあのねこの間も、えー、っと高島千佳子さんだっけこの人がねもう名言吐いたのをね今だに覚えてるんだけどねあの若者が青春なんか謳歌してるとダメな人になりますよみたいなこと言ったんだよ。青春なんか謳歌しちゃダメだと、うんね。そんなこと言ってるやつはね対戦できないと。 で、彼女はバイオリニストで、ね、その青春時代ずっとバイオリニンやってたわけだよね。で、今、なんかさ、ああいうバラエティ番組出てさ、まあ多少稼いでるんだろうけど、なんかさ、その、やっぱり、こう、何かを成し遂げた人ってみんなそうじゃん。ね、例えば、一郎選手だってそうだよね。あの、ね、J リーグだってそうだし、スポーツ選手みんなそうじゃん。プロの世界っていうものを目指した人は、みんな、やっぱりそこにいかに価値のある過ごし方をしたかなんだ。 だからそこの中で、えー、価値ある人生をね自分が作り上げてくるっていう気持ちを持って生きてきたなのかどうかだよね。で僕はあの大学行けましたよ多分国も2だけど社会も2だけど。<laughs> けど <laughs> ねでも数学と理科はさ学年で結構上の方に入ってたからあのまあまあ,あの大学行けたと思いますよ。でも行かなかった。 ででかっていうと見出せないでしょそこに行って何,何をしたらいいのかも分かんないしだったらねコンピューターねあの、まあ、当時のねその、うん、未知の世界をちょっと覗いてみようってことで,で一応ねコンピューターの専門学校出てでプログラミングねそれもね今プログラマーの人は切ったらあれかもしんないけどさ、ね、コボルとかフォートランとか、ねえー、機械言語をさ ね、あのー、学んだんだけど、今はもう、コンピューターの方がどんどんね、その、発達しちゃったから、その、昔はコンピューターの容量少ないから、なるべく言葉を短くしてね、処理能力高めるってことだったんだけど、今、コンピューターが半端じゃないわけじゃん。だからもう、基本的にベーシック言語でしょだからそれで、えー、プログラムができちゃうから、そんな難しいことじゃなくなっちゃったんだよね。だ僕たちが学んだことはあんまり、 まあ今多少使ってるのもあるかもしれないけど、まあ、役に立たないん、えー、だよね。で、まあ、して、僕はちょっと無理だと思った。性格的に。うんね、でだからそういう面でも、やっぱりあの、ちょっとこれは違うなと思ったから、まあ、違うね、人生を歩んだんだけど、まあ、ただ、どこに行ってもですね、やっぱりこう、自分の価値の作り方っていうことをさ、考えながら、ね、生きてきたから、 ね、あのー、ある程度成功したんじゃないかなと思うんだよね。うん、まあねあの大学に行ってその学ぶことは大事だと思うんだよね。だけどそのせっかく大学に行ったんだから大学時代をそのね精神謳歌してたらダメだよ。うん、やっぱりあのそれなりに研究するとか勉強するとか資格を取るとかね。うんあのー、ね今、えー 日本で一つだけだね、不動産学部のある明海大学ってまあ今年も二人ぐらい入ったのかなうん、明海大学のね、人が来てるけど、明海大学ね、今は、宅研なるべくね、あの取るように言ってるけど、昔はね、明海大学の、うんと、長谷川徳之助先生っていうのとすごい仲良くて、よくね、あの、研究会なんかでもあったりしてた時に、先生さ、と、ね、明海大学またき、うちに面接来たけど、ね、達研取らせなよと。 ね。だって不動産学部教えといて、なんで卓の免許持ってなかったらダメじゃんって言ったら、先生が、あ、そうだよな、当たり前のことだなって、わざわざ言ってくれたの。したさあは、ばかな学校だよな。まあ今そうだよ、ね、ごめんね、うん。いや、学問だから。不動産の学問だから、宅建の免許なんか関係ないんでしょって言,言われちゃったって言って、もうめちゃめちゃいいかって僕のところに言ってきたんだよね。で、でもさ、よく考えてみたらさ、やっぱ不動産学部って言ってさ、我々ね、 あのー、まあ実業家から見てねやっぱりこの,回、ね、その大学生を採用しようとした時に、ね、不動産学部に入って卓球の資格もま4年間も受けなかったのっていう方が不自然だと思いませんかってことなんだよだからちょっとねあのおかしいのうんだからが大学っておかしいのかなって思っちゃったもんねでも今最近はねようやく分かったみたいでさ あの、宅建取ってね、入ってくる人いるけども、いや、俺の方が正しかったと思うんだよね、未だに。うん。だけど、ね、その、なんていうかなああ、不動産の学問とか言っちゃってさ、ね、宅建取らさないね、別にそは関係ないとか言っちゃう、その、感覚が、俺はおかしいと思うんだよ。だから、なんかさ、ね、<laughs> 学校の先生とかさ、社会経験してないじゃん。 そういう話になっちゃうんだろうな、多分。うん。だから、ね、例えば裁判官とかね、あの、そうだけど、要するに、司法試験受けてね、裁判官やってんじゃん。でもさ、世間知らん人いっぱいいるよね。うん。だから、えそんなことわかんないのっていうようなことをさ、平気で口に出す人もいるんだよ。で、それに裁かれちゃったりするんだから、結構司法制度も <laughs>、僕はやっぱりさ、 ねえ裁判官になるんだったら一回さ弁護士やってね民間 <laughs> の仕事やってからさ、ね、え裁判官になった方がいいんじゃないかなと思うんだけどなんかしようってのはそうじゃないね、うん、まあエイと教育の延長線なんだろうけどあのー、やっぱりどっかで歪むんじゃないのねやっぱ欧米とかさ見てるとやっぱ m b a とかねその学部持ってる人はやっぱそれなりにさあの社会に出るっていうかねその社,社会 社会に出るためのその資格なわけじゃん。ね。でそこで成功するための資格をちゃんとしてるわけだよね。だから実務と連動してるんですよ。だけど、<laughs> 日本は違う。学罰だから。学校ね。で、ね、あの、教科書を普通に覚えてたやつがね、頭良くなっちゃうんだよ。それ記憶力だけじゃん。だけど創作の能力ないじゃん。で想像力もない。だったら、えー、価値として低いんじゃないかなって。 思ちょっと話してと話言いましたけどもまあそういう意味でね是非あのあとね社会に出たらさ教科書がないわけだよ、ね、で必ず言うじゃんそのなんかねえー、マニュアルはないんですかとかねあのあるまあうちはねそこそこ今マニュアルとかでマニュアル化してるからあのある意味ではさ あのまあ多少ね教科書っぽいのあるけどそんなんで学べないよってことねあの当たり前だけど仕事は人に聞きながら、ね、体で覚えてはないと、うん、僕は思うんだよね、えー、だからそういう面ではですね、まあ、どんな一、ね、日一日の積み重ねがさ人生なんだよねでその一日って時間で作られてるわけじゃんだその時間をいかに有効にその生きてきたかっていうのが将来的にずっと積み重ねるわけですよ でそれがやっぱり意識低い人たちはなんかね、仕事してても、わそろそろ、ね、帰んなきゃ、ね、もう帰りてえな、誰、ね、々と飲みに来てえな、ね、えー、とか、そんなことばっかり毎日考えてて、ね、えー、結果的に、あのー、40過ぎてくると格段の差が出てくるんですよ。格段の。ね、だからその格段の差が出た時に、やっぱりちょっとさ、かっこ悪いよねって思っちゃうのか、別にそれでいいのかなって思うのかで、 やっぱ人生は大きく変わるんじゃないかなと思うね。うん。まあ、ね僕はあんまり、あの、えっ、ー、と、なんだ、同窓会とか行ったことないね。うん。あの、一度、20代の半ばくらいに会った時に行ったけど、なんかね、うん、面白くない。うん。 でだからあの逆に言うとまあ何て言うかな学校時代のことを、まあ、語り合うっていうのはそれほど価値観がないなと思っていてでだからまあ逆に言うと、ね、昔から僕はどっちかっていうと年上の人と食事したり年上の人とねとか事業家の人とあの、ねえーまあ、飲みに行ったり、えーね、しながらあのその学ぶ。 うん、とにかくその何ていうかなう結構可愛がられたからね昔からその大人にね何、えー、て言うかっていうとなんかフィーリングが合うんですよそういう方がねあのそういう中で「おっしゃこうしようぜあしようぜ」とか「おっこうしようよ」なんていう話ができてでどんどん仕事が進むっていうねことでなんかさうーんよく言われることなんだけど仕事楽しいですよねって言われるのよ 倉橋、ね、さんってさ仕事が楽しいんだよねってうんだから遊びってあんまり行かないよねって確かにそうなんだよね家族からもよく言われるけど、ね、なんか仕事してるのが楽しいんだよねでも遊びのも楽しいんだよ、ね、あの例えばサーフィンやってると楽しいし今最近はなんかね車も自宅で、ね、洗車して部品交換したりのなんかもたまにしたりねあと庭でさ、ね、<laughs> 要するに。 ゴミ焼いてみたりね、えー、燃やせるゴミは燃やしてね、えー、処分したりねとか結構ね今庭もねこの間レモンの木植えたりさして楽しいことは楽しいんだよ。でとにかくねやってること自体が仕事は仕事で楽しいけど遊びも遊びに楽しいのよ、ね、だからつまんないことがないだけ <laughs> 要するに <laughs> どれを優先するかって言った時に、ね、あのやっぱり優先順位ってあるからさやっぱり今は実業家なんで実業が一番楽しいんじゃないかなと思うね。 まあそのうちに対したらね、またあの、違う角度で、まあ皆さんにお知らせするけれども、まあそれが今度皆さんに対して楽,楽しいかどうかはまた別な話じゃんってことだな。まあちょっと話はそれましたけども、まあ今日はね、えー、43話で学歴は学歴、ね、職歴は職歴、問題はその期間にいかに価値ある過ごし方をしてきたかなのだ。はははは。 <laughs> ということでねえー、若い時代の僕に教えられてる62歳のおじいさんがいましたそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています是非ですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね え、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。